どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日はお知らせをちょっとしたいなと思ってて、ちょっと最近ですね、お知らせさせていただいているガズのイベント出演に関してのお知らせです。はい、これお伝えさせていただいているように、2022年の11月5日6日新宿御苑、はい、東京新宿にある新宿御苑というね、素晴らしい大きい公園でのイベント、グリーンチャレンジデーに、ガズの出演が決まっておりますという話を、させていただいております。これね、公園に、新宿御苑に入る入場料500円。どなたでもかかる、入場料かかるんですけど、イベントの参加自体は無料なんで、ぜひ皆さん、日本全国から、集まっていただきたいなと思うんですけど、2days 何をやるかというと、まず G ラボウクレレのポップアップショップ展開します。試奏ができたり、もし気に入ればそこでご購入もいただけるというね、ポップアップショップ、これかなりね、試奏できる機会もなかなか少ないんでね、ぜひ来ていただいて、いろいろ試していただければなというふうに思います。5日、6日、両日とも、お店は出店します。そしてなんとガズのミニライブステージショーの時間がございます。はい、時間は11月5日土曜日の13時20分から20分程度のね、ちょっと短い時間ですけど、まあウクレレのこの楽しさをね、そこに会場にいらっしゃる方と一緒にこう楽しんでいければなというふうに思うということでお知らせさせています。イベントの出演時間決まったっていうのがまあすごい大ニュースなんですけど、あともう一個すごいちょっとね、お知らせしておかなきゃいけないなということがあって、このね、新宿御苑というこの公園みたいな施設なんですけど、ここのね、約束ごとにですね、楽器演奏禁止っていうのがね、あるんですよ。そして僕最初はみんなウクレレ持ってきて、みんなでガズレレソングみんなでワイワイ歌おうよと言ってたんですけど、どうやらそれはですね、その公演のルール上なんかちょっと残念ながらちょっと無理っぽいということなんでございます。まあなんですけれども、そのGラボのさっき言ったポップアップショップ、ではですね、試奏とかね、試し弾き、そこのブース内での、試し弾きとかいろいろこうチェックはもちろん OK でございます。そこで、ね、大いにこう皆さん試し弾きしていただいて、いろいろ G ラボのウクレレに触れていただきたいんですけど、ガズのステージでみんなで歌おうよっていうのはやっぱり声だけというかですね、歌だけの参加ということでお願いしたいんですけど、まあ、ともあれですね、大空の下で、このガズさんと一緒にいられる時間っていうのはなかなかね、レアな時間だと思いますんで、ぜひ皆さん、11月5日6日、新宿御苑の方に集まっていただけるとですね、すごい最高だなと思います。その時にトートバッグとかですね、T シャツちょっともう寒いかな、なんかガズレレグッズ見つけていただいたりするとね、皆さん、発見しやすいかなと思うんですけど、今日はそういったね、いろんな情報が、分かってきたよということで、最新版としてお届けしたいと思います。そしてなんですけど、その5日6日2日間にわたっているんですけど、その G ラボのポップアップショップはずっとまあオープンしているにしても、ガズさんずっとちょっといるかどうか今のところちょっと微妙でございまして、何時から何時までこの日はいるよ、何時から何時までこの日はいるよみたいな感じでちょっと事前にお知らせはしようかなというふうに思っています。どっちにしろ11月5日の13時20分からのステージがガズにありますんでね、その時間はもちろん間違いなくいますけど、皆さん私がいない時でも G ラボのショップあるんでね、いろいろゆっくり試したい方は、そういうのもちょっとご検討していただけるというふうに思います。で、今日の情報をちょっと整理しますと、11月5日6日に新宿御苑で行われるこのグリーンチャレンジデーというすごい大きなイベントにガズの出演が決まっている&Gラボウクレレのポップアップショップが展開するよというお話でございます。楽器の演奏公園内禁止なのでなんですけど、その G ラボポップアップショップのブースの中では試奏いろいろ試していただけるということと、ガズのステージが、11月5日土曜日の13時20分から20分ぐらいにわたってありますので、ぜひ皆さん会いに来て一緒に盛り上がりようということのお知らせでございました。またね、こんな感じでちょっと最新情報、分かる次第ですね、またこんな感じで速報で公開していこうと思いますんで、ぜひ皆さん、お会いしましょう。待ってますよ。バイバイ。